テニス肘の原因は、現在でも原因については十分に解明できていないところがありますが、主に短頭側手根伸筋という筋肉の付け根が肘の外側でダメージを受けて痛みが発生するとされています。スポーツや仕事で過度に手首を反らす動作により、この短頭側手根伸筋の付け根に炎症を引き起こします。年齢とともに肘の腱が弱くなり痛みを生じることもあります。ちなみにテニス肘で痛みが出やすい場所は上腕骨外側上顆と言われ、手関節を反らす筋肉と指を伸ばす筋肉の付け根が3本ほど重なり合っています。具体的には、総視神筋、長頭側手根伸筋、短頭側手根伸筋の3つで、すべて手首や指を動かすための筋肉です。その中の短頭側手根伸筋に炎症が起きることでテニス肘を発症すると考えられていますが、まだ解明しきれてはおりません。テニス肘の治療。1、ストレッチ。手首や指を中心に肩や肘も含めたストレッチをこまめに行います。2、安静。スポーツや手を使う作業を控えましょう。仕事や家事はなかなか休みづらいですが、この安静を守ることができれば大きな治療を必要とせず、ご自分の力で炎症が取れて痛みがなくなる可能性があります。3、内服薬、外用薬、ロキソニンをはじめとした消炎鎮痛剤を使用します。消炎鎮痛剤は飲み薬や湿布、塗り薬などがありますので、症状に応じてそれらを組み合わせて使用します。4、注射、痛いところに局所麻酔薬とステロイドの注射をします。特に急性期の痛みで物を持てないとき、ドアノブを回せないときなどに注射は有効です。痛みのある部分に注射すると、局所麻酔薬とステロイドの作用で次の日には痛みが取れ、多くの場合 1,2 ヶ月程度痛みがなくお過ごしすることができます。5、サポーター。テニス肘用のバンドを装着することで腱の付け根の負荷を減らすことができます。6、リハビリ。温熱療法やレーザー治療、ストレッチなどのリハビリを行います。また最近では体外衝撃波といわれる機械を用いた治療も広まってきております。特に急性期が過ぎて慢性化してきた時期に効果的だと言われています。7、手術。痛みが強くこれまでの治療で改善しない場合に手術を行うことがあります。手術にはオープン法と鏡視下法の2種類があります。オープン法、肘を切開し短頭側手根伸筋の付け根を直接切除する方法。鏡視下法、肘に関節鏡を差し込み関節の中から短頭側手根伸筋の付け根を切除する方法。テニス肘の予防。テニス肘の予防には手を使いすぎないということが一番ですが、以下のようなケアをしっかり行うと発症予防や症状の改善に効果的です。1、ストレッチ。1、ストレッチする側の肘を伸ばし手をまっすぐ前へ出します。2、反対の手で親指から小指にかけて順番に持って手前に引っ張る。1、2を両手30秒ずつ行う。これを1日3回程度行ってみてください。2、筋トレ。 1kg 程度のダンベルやゴムバンドを用意し、手首の関節を返したり戻したりする筋トレを行います。ペットボトルに水を入れて重り代わりにしても大丈夫です。症状を悪化させる可能性があるため、痛みが強い時は控えるようにしてください。3、冷やす、おは温める。急性期は痛いところが熱を持ちやすいため、氷で患部を冷やすと痛みを抑えやすいです。仕事や運動後のセルフケアとしてアイシングすることも予防に有効です。慢性期は逆に温めることで痛みを緩和できることがあります。クリニックなどではホットパックという器具を用いて専門的に温めることができますが、ご自宅ではお風呂で温めたり、タオルをお湯で濡らし電子レンジで温めて患部に当てることも効果的です。4、サポーター、テーピング。サポーターやテーピングは肘や手首にかかる衝撃を軽減することができます。特にテニスやバドミントンをはじめとしたスポーツが原因で発症したテニス肘に効果的と言われています。最後に筋力をアップし丈夫な腱を作るために良い栄養素をご紹介します。